皆さんこんにちは、テクニカルアナリストの森口でございます。本日はですね、銘柄分析 YouTuber ということでカツオさんにお越しいただいております。初めてのコラボ動画となります。カツオさん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段僕はね、いろんなニュースとか、あとはどうしてもテクニカル中心の分析、リアルタイムでの分析っていうのをお届けしているってことが多いんですけども、このように個別銘柄についてね、かなり深く分析をしてしっかりと配信をしているカツオさんに、今日はカツオさんのどうやって情報を収集し、どのようなツールを使って、どういうふうにね、投資判断してるかみたいなことまで深掘りをしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、カツオさん、まず簡単に自己紹介の方を入れていただいていいですか？はい、わかりました。カツオと申します。森口さんと同じく、株の YouTube をやらせていただいています。でね、ちょっと色が違うんですよね。チャート分析をもうほぼ毎日のように上げられているんですけども、僕の方は逆に週に2、3本ですね。個別の銘柄を分析して、その結果を動画に上げるということをやっております。というわけで、今日はですね、そうやって情報の集め方、ですとか分析の仕方ですとか、本当にね、ちょっとでもお役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずね、僕気になるのが、はい、日々の情報収集先っていうのをちょっといろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですけど、はい、普段 YouTube の動画の中で、個別銘柄について結構ね、情報を収集して すごく分かりやすく、スライド作ったりとかされてると思うんですけど、その情報収集元っていうのは何なんですかね？もうほとんどが株単ですね。株単ですか？はい、で株単でそういう日経平均とか、マザーズの動きは、一通り基本的なところは見るというところなんですけども、市場ニュースっていう項目がありますよね。市場ニュースここですね。はい、でこの話の前提として、僕は兼業投資家なので、収集する時間帯が主に移動中、通勤時間なんですね。だから短い時間でサクッと情報を得たいっていうのがまずあります。なのでその株単のこの市場ニュースですね、これを見るとやっぱりある程度こうまとめてくれてるって感じが。どの辺を一番よく見ます？最近だとやっぱり決算内容ですかね。決算内容、はい、今日のサプライズ決算ですとか、そういったあと個別銘柄のね、こう結果が出たりするんですけども、こういうのを見てってますね。はい、でちょっと今のこの収録の時間単体だとまだ個別の銘柄の話ばっかりなんですけども、これ夕方とかになってきますとプラスインパクト銘柄ですとか、こういうのがありますんで、コンパクトに、今日のこう注目の銘柄さんが出たよっていうのをこう見るという感じになってますね。いいですよね。はい、こういうのもねありがたいですよね。そうですね。はい、でこの中で気になったものを今度は個別に、細かく見ていくという感じでやってますね。はい、はい、例えばじゃあそこからのアクションとしては、はい、でそこをまず見ていきますと、例えば、ナンバーワントップコン、ナンバーツーアルプスアルパイン、はい、ナンバースリーリオンとか、はい、こういうのがありますよね。でこの中で見ていってで、はい、銘柄名と、ざっくり何やってるかっていうイメージぐらいはなんとなくこれでパッて出るんですよ。なるほど。なのでこの中で、自分が気になるもの、これだっていうのをクリックするという感じですね。この中だとそうですね、例えば2760の東京エレクトロンデバイス。東京エレクトロンデバイスですね。はい。で、こちらが1月の28日に決算発表をしておりましたというところですね。で、この場合は、決算からの情報収集なので、じゃあまずは決算早速見ていくと。決算を見る。はい。決算のタブですね。タブですね。これをクリックしまして、はい。まずは、この通期の予想ですね。で、ここのところで、年間の、業績が、今期どれぐらい上がるかとか、これもまずざっくりつかむと。で、ここの発表日の日付が変わってれば、はい、情報修正したということにもなりますんで、こういうところをチェックする。はい、で、個人的に一番重視してるのは、3ヶ月単位の決算ですね。そうですね。ここ大事ですよね。はい、ここ大事ですね。はい。はい、理想は、これ当たり前なんですけども、この例えば4、6、7、9、10、12、これを追っていくごとに売上が拡大してるじゃないですか。でこの13に関してはおそらく年度末なので、もともとそういう稼ぎ時なのかなというのは予想がつきますんで、その3ヶ月単位で拡大できているか、で直近の10月12月を見ますと、売上も伸びてる、伸びてますね。でさらに営業利益も伸びてる、伸びてますね。っていう感じなので、あ、これはいい決算だなっていうところで、これに注目するという感じになってますね。はい。で、次に、この決算をじゃあ見ましたと。はい。で、内容はいいんだけども、やっぱりそれでも買われすぎとかね、有名柄はなかなか掴みづらいというのがありますんで、その次にこういう指標関係ですね。こういうところをチェックすると。PR とか PBR ですね。そうですね。はい。これだけ業績が伸びていて、PR と PBR は、まだそんなに
こう、なんですか、割高感は少ないかなというふうに見た上で、あ、利回り 3.7% もあるじゃんっていうのをチェックすると、まあ、こんな感じですね。はい、でここまでで、まあ、大体 OK というか、いいなと思った銘柄は、監視銘柄に入れるという感じになってます。監視銘柄っていうのはどれで管理をするんですか？ですね、手元のエクセルとかの場合が多いですね。まあ、要はこの例えばこういうネットのタブだけ、ブラウザーで残しておいて、で家に持って帰ってエクセルで打ち込むという感じになってます。なるほど、はい、自分用のエクセルが存在するということですね。そういうことですね。はい、なるほどね、ありがとうございます。で、投資戦略としては、さっき例えば、まあ、業績がいいっていうものを選び、PR や PBR を見て、プラス配当利回りまで見るということですけど、一番重要視する値であるとか、あとそれの基準みたいなものがあったら、ちょっと教えてもらってもいいですか？わかりました。一番重視するのは、さっき見ていただいた3ヶ月決算ですね。ここが。業績がこう伸びてる銘柄。伸びてる銘柄。はい。で例えばなんですけども、ちょっとまあ例としてね、6967の新興電機。6967の新興電機工業。この間決算発表してましたね。そうなんですよ。はい、で、ここが3ヶ月単位の決算がすごかったんです。いやー、よかったですよ。これすごいですよね。すごかったですよ。はい、でこれを見ていくと、もういつからですかね、もう少なくともここの株単に、表示されているところ、この範囲では売上も利益もめちゃくちゃ伸びてますよね。伸びてますね。はい、でこれが一時期一気にドーンと伸びて、足元のその4、四半期単位の業績がちょっと尻すぼみになってると、あ、ちょっと業績ピークアウトしたのかなっていうふうに思ってしまうんですけども、ここに関してはもうどん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 こう決算を発表するたびにものすごい伸びてるんですよねという感じなので、はい、まあ、あの新興電機がいいってことではなくて、はい、あのこういう感じで四半期を追うごとに拡大していくような銘柄が好きですね。この並びがいいってことですね。数字の並びがいいってことですね。はい、その上での PR の基準とかって何かあったりしますか？はい、そうですね、ここに関してはあんまりね、実は基準がなくって感覚的にやってますね。なるほど、なるほど。で、例えばこんだけ業績が伸びていて、PR14 倍だと、あ、だったらまだちょっと割高感ないよねとか、でもしくは業績の拡大はもうちょっとゆっくりなんだけども、あ、 PR11 倍とか12倍だったら、あ、なんか安いねとか、そういう感じで捉えてます。だその業績がこんな風に増えてるのに、この PR はちょっと安いんじゃないかとか、はい、そうですね、そういう感覚値を養っていくっていう感じですか ね、 そうですね。感覚で言うと、もう一個時価総額、時価総額ね、はい、やっぱりこれぐらいの業績の銘柄が、まあこれ新興電機は7000億円ありますんで、あ、確かに納得だなというのがあるんですけども、まあ、例えばこれに匹敵する業績で仮にね、時価総額1000億だとしたら、はい、なんかこれ安いなって感じするじゃないですか。なるほどね、っていう感じの感覚がなんとなくありますね。わー、はい、なるほど。時価総額も込みで、かつ業績の成長、はい、PR、PBR 等を総合的に見て分析をするっていうことですね。はい、なんかそれがこううまくできるようになってきたっていうのは、例えば投資何年目とか、なんかあります？あ、でもやっぱりこういう日頃情報収集を始めて、3年とか、まあ4年目ぐらいですかね、なんだかんだ。あの、これ、今ぐらい、今の自分ぐらいになったのは、やっぱり3年、4年続けて、そうなったって感じですか、今何年目ぐらいでしょう？今ね、10年目、もう10年超えてるはずなんですよ。はい。僕と同じぐらいですね。そうですね。僕ね、スタートが自社株買いから入ってるんで、持ち株買いから入ってるので、結構ね、そこはゆっくりです。はい。でも一応アベノミクスも経験されて、あ、一応経験してます。はい。美味しい相場でしたけど、ね、美味しい相場でしたね。本当にね、はい、あの時間持ってるだけでどんどん上がってきましたね。そうですね。はい、税金も安かったんですよね。あ、そうですね。はい、あの頃はそうですね。本当に今考えるとウハウハだなと。確かにそうですね。その一方でね、新しい政権さんはちょっと税金上げるかもしれないみたいな、上げるって話ですからね。話も出てきてますからね。その前の小泉さんの時から確か安かったと思うんですけど。そうなんですよね。はい、あの時代に戻りたいですよね。あの時代良かったですね。本当に戻りたいですよね。はい、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと話が飛びましたけど、あとなんか情報をうまくまとめること、さっきエクセルを使ってるとか言ってましたし、はい、あと YouTube でもなんかすごくうまく情報がまとまってるなっていうふうによく思うんですけど、このやり方だとまとまるよみたいなのがなかったりします。なるほどですね。僕がそのまとめるっていう意味で一番重視してるのはやっぱり段取りですね。なるほど。調べる段取り、うん、で結局そんなに時間も正直ないので、さっき見ていただいたその決算のインパクト銘柄、要はいい決算をギュッて絞ってニュースにしてくれてるかな、うん、でそれを見て、その中からいいものだけをちょくちょく見ていくと、うんうんうん、で
本当にあこれはって思ったものは、決算書の内容まで見るという感じで、うんうん、段取りをねすごい重視してます、うんうん、じゃあこの順番でやるぞっていうのがちゃんと決まっていて、はい、そうですね。あとはまあ、ね、やっぱり注目度が高いものっていうのを優先的に、はい、この株単の、はい、決算の注目銘柄をパッと見て、はい、でギュッと絞り込んでやるっていうことですかね、はい、そういうことですね。時短でやっていくってことですかね、はい、そういう意味では本当は全部の銘柄見たいぐらいの気持ちではもちろんいるんですけど、うんうんうん、なかなかその兼業投資家の皆さんはそんな時間が正直ないですよね。ですよね。専業でも全然見れないですで特に今日1月31日の決算なんかは確か309社ぐらいあって、あ、ね、ものすごいじゃないですか、はい、なんでそれを考えるといかに絞るか、うんうん、見る銘柄を絞るかっていうところが僕は一番こう気をつけてるところですかね、うん、はい。ただもう一個気になるのは、はい、例えばその高決算銘柄みたいなものがありました、はい、でそこで実際買うっていう判断をした時の買いの基準みたいなものってあったりするんですか、はい、難しいのはやっぱり本当のいい決算銘柄っていうのは翌日結構もう上がっている状態でスタートするじゃないですか、うんうんうん、そうすると高値掴みになってしまうこととか、うん、一時的に下がった時に損切りさせられたりとか、うんうん、結構苦い経験はもう何回もあるんですけど、そうですね、それの対策みたいなものがあればちょっとお伺いしてみたいんですけど、そうですね、これがやっぱり考え方なんですけど、うん、まあ、決算の内容がいいっていうのが前提で、まあ、ドカンと上がりました。で、このこと自体は僕はポジティブに捉えるんですね。要は内容もいいし、市場も好感を持ってるという感じなので、ただその瞬間はやっぱりどうしても上がってしまうので、1週間とか2週間ぐらい置いて、ちょっとほとぼりが冷めたぐらい、うん、に買うっていうパターンが多くて、で、具体的には、例えば、まあ、25日移動平均線とか、うん、75日移動平均線とか、うん、それぐらいまでちょっと落ちてきた、うんうん。そこで拾うっていう考え方ですね。ただ、はい、ポイントとしては、いい決算だとしても、はい、高値掴みはしないってことなんですかね。あ、しないってことですね。はい、翌日買うことはあんまりないことの方が多いですか。それで、決算の内容が良くて、あんまり反応してないときはすぐパッて入っちゃうこともあります、うんうん、はい、そうですね。でも今時なかなかその決算の内容がすごい良くって、うん、翌日反応しないってことの方が多分少ないと思うんで、うんうんうん、大体はシャッターあってちょっとほとぼりが冷めたぐらいに拾うっていうパターンがなんだかんだ多いかなっていう感じですかね、うんうん、ありがとうございます。これ結構やっちゃいますよね。すぐ掴みたいんですよ本当は。分かってるけどやっちゃいますよねそうなんですよ、うん、あと意外に新興電機とかも結構ね、はい、ちょっとチャート見てみると、はい、ぐっと下がっていたタイミングではあったじゃないですか。で新興、これあくまで新興電機で例えればって話なんですけど、うん、実は決算めちゃくちゃいいのに下がったっていうタイミングがあったんですよ、うんうんうん、でその時は逆に僕はチャンスだと思うんですよね、うん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 、内容さえ良ければ、まあ、いつか戻るだろうっていう感じで捉えてるので、まあ、あくまで需給だとそのドカンと下がるのは、うんうん、なのでそういう時は拾いますねパッと、うん、なるほど、はい。だまあ中身にちゃんと自信を持てていれば、はい、むしろ下げてる時に買う。そうですね、はい、それもありですね、うん、最近本当に読めなくって決算の内容がいいのに下がるっていうのがよくあるじゃないですか。ありますね、はい、そういう時は逆にチャンスと思うようにしてます、うんうん、はい、ありがとうございます。その上で、はい、まあ、損切りの基準とかもあったりはしますか。損切りの基準が僕はそのよくあるのが何パーセントとかあるじゃないですか、うん、だそこではなくて移動平均線で見てます。あ、なるほど、そこはチャートなんですね、はい、チャートで見てますね、うん、例えば、また進行的な話になったんですけど200日移動平均線を、まあ、割らなければずっと持ってよみたいなそういう考え方で、なるほどなるほど、はい、で例えば10月の5日前後、はい、下がったんですけどそこは割らなかったと、うんうん、こういう時はガチホ、うんうん、はい、ホールドの判断をしますという感じですね、うんうん、だから1個ちゃんと基準を決めて、はい、それが割らなければ持ち続けるっていう状態ですか、ね、はいはい、そういうことですね、はい、なるほど。利益確定のなんか基準みたいなのありますか。そうですね、だからこういう時に割って、そういう基準を割ってしまった時ですとか、うん、あと決算の内容がちょっと思っていたものと違ったりっていう感じですかね。要は、どんどん四半期ごとに拡大していったものがちょっと止まってしまったですとか、うんうん、もう逆に減ってしまったですとか、うん、そういう時はもうポッと売っちゃいますね、うん、はい、なるほどね。でそういう時はもう時間勝負なんで、はい、翌営業日でもう売っちゃうこともよくありますね、うん、はい、なるほど。あんまり躊躇したりはしないですか、売りに対して。そうですね、悩むと泥沼にはまることが結構多いんで、ありますよね、そこは男気を見せますね、はい、僕も師匠からの教えで、うん、迷ったら売りでいいって言われてますから。格言ですね、はい、その結果よく迷ってるんでよく言ってますよくちょっと売り時間違えたなみたいなことはよくあるんですけど、まあ、それは経験ですよね。そうですね、ちょっと慣れというか感覚の問題なんで、はい、うん、はい、経験は必要ですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、はい、
よく良ければカツオさんの思い出のある銘柄なんかあったら、ちょっと思い出話みたいなのが1個あれば聞いてみたいなと思ってたんですけど。そうですね、一番が実は新興電機だったんですよね。ああ、そうなんですね。新興電機はいつぐらいから注目してたんですか。はい、これやっぱり決算が良くなってからですね。だからちょうど1年以上前、いいですね。昨年の暮れぐらいですね、はい、そっから見てました、はい。でこの時はもう業績もどんどん拡大していくし、チャートも右肩上がりになっているという感じだったんで、これはちょっとガチホだなということで、僕の、ね、ライブ配信用のポートフォリオにも入れておいたんですよ、でそしたら1年間、ね、ずっと握り続けることができたという感じなんで、この上昇は取れました。すごいですね、はい、進行電機僕もねこの間分析したんですけど、将来有望だなと思いました。あ、そうですね、まだ有望だなと思ってますよ、はい、やっぱり半導体の需要がまだまだね、多いということなんで、その売り先もね、インテルとかそういう会社ですから。そうなんですよ、はい、主要顧客がインテルなんですよね、そこの基盤強いですし、あとは新興電機工業自体も設備投資も結構頑張ってるので、でそこでさらにあの生産能力が 1.5 倍ぐらいに上がるっていう、そういう計算資料とかも見たの で、 そうです、ね、結構期待はできるなと。そうですね、で加えて利益率とかもものすごい高いですからね、やっぱりなんかすごいなと思います。でそれを1年前から気づけてたってすごいなと思います。そうですね、あとはね、握り続けたってことが個人的にはでかいですね、結構こういう例えば一般に馴染みのない銘柄とかでも分析をして、でそれをガチコできるっていうのは強みですね。あ、そうですね。でもね、個人、あくまでこれ自分の好みの話なんですけど、そういう銘柄を見つけて持つっていうのがその個人投資家の醍醐味というか、ね、醍醐味ですね、はい、もう楽しい部分だと思いますんで。本当にそうですよね。そうですね、だからね、こう自分のこの好きな銘柄を見つけるっていう作業もぜひ楽しんでいただきたいなと思います ね、 すね、はい、はい、ありがとうございます。もう一個だけ聞いていいですか。はい、いいですよ、はい、はい、毎回 YouTube の時にやっている謎掛けはいつ考えてるんですか。はい、あれはですね、その時その時に考えてます。あ、得意なんですか。いや、全然ね、普通です、僕は。ああ、そうなんですか。普通です。ただ、追い込まれないとやっぱ出てこないんです、あれ。ああ、そうなんですね。うん、そうなんです、そうなんです。はい、いや、見事にちゃんと締めるなぁと思いながら。そうですね。実はね、頭抱えながら作ってますよ。あ、そうなんですね。そうです、そうです。まあ、やっぱでもそうですよね。YouTube のネタとか、はい、そんな簡単じゃないですからね。なんかね、そうですね。たまにね、パッて出てくる時があるんですよ、浮かんでくるように、はい、いや、でもシリーズ化すると逆に自分の首を絞めてるな。そうなんですよ、あれね、もうやめらんないんですよ。期待しちゃいますね。そうなんですよね、はいはい、いつもありがとうございます。いえいえ、とんでもない。いや、それ締めて使いますか。なんか思いつきます今。ということで、カツオさん、今日は本当にいろいろ聞かせていただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。また僕と全然違った視点からね、はい、いろいろ分析をしていくんで本当に勉強になりました。はい、とんでもないです、はい、これからもぜひお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあいつも通り謎かけをやってくださるということなので、はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、給湯株とかけまして、はい、パーマンと解く、その心は、どちらも窓を開けて飛んでいきます。なるほどね。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。いや、はい、恐れ入ります。ありがとうございます。ありがとうございました。急に無茶ぶりにお答えいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、カツオさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。